大東亜会議、大東亜会議、大東亜会議、旧事態、大東亜会議は、1943年、昭和18年11月5日から11月6日に、東京で開催されたアジア地域の首脳会議、同年5月31日に、午前会議で決定されたに基づき開催された。当時の日本の同盟国や、日本が、 旧層四国を放逐したことにより独立とされたアジア諸国の国政最高責任者を招請して行われた。そこでは大東亜共栄圏の綱領とも言うべき大東亜共同宣言が採択れた。日本は第二回目の大東亜会議を開催する計画を持っていたが選挙区の悪化に伴って開催困難となり昭和20年1945年5月には 大体として、中日特命全権大使や中日代表による大使会に開催された。日本は、すでに独立国となっていた太陽国や中華民国、満州国を除くこれらの地を、長年植民地支配下に置いていた、欧米諸国の軍隊を駆逐して、南方資源地帯を獲得するにあたり、昭和16年11月の南方占領地、行政実施要領において、当面、 軍政を敷くことを決定してはいたが、その後の独立等に至る方針は決定されていなかった。そのため、占領地域等における円滑な統治のために本会議は開催された。会議の開催は、当時総理にとって占領地における民進掌握の一環としての方策であったが、茂光葵外相には和平や戦後構想に向けて長年欧米諸国の植民地として搾取されていた。 各国の独立構想があったとされる。昭和18年5月の大東亜政略、指導大綱に基づくものであり、会議開催に先立ち、日本によるビルマの独立承認、8月1日、フィリピンの独立承認、10月14日、大東亜省の設置、11月1日が行われている。ただし、これらの独立はこれまでこれらの地を植民地支配していた連合国からは、 傀儡政権とも評されており、その他のマレーやボルネオ等は、対抗において、帝国領とされ、独立はさせられなかった。また、独立を承認した諸国の民心の完全な把握には、至っておらず、特にまだ新米派が残っていたフィリピンでは、アメリカからの援助を受けた、新米派による、抗日ゲリラが抜古するようになるほか、大戦末期になると、ビルマが、急走四国のイギリスに願えることとな、 なおこの会議は近代史上初めて有色人種のみが一堂に会して行われている首脳会議であった。当時の日本やその同盟国がイギリスやアメリカなどの旧宗主国を放築したことにより独立を果たしアジア諸国の国政最高責任者を招請して行われ、それまでの植民地大宗主国の主従関係にとらわれたものでなかったため会議は 極めて和やかに進められ、一家族の集会のようであったという解雇がある。また、応答は共同宣言は、イギリスとアメリカが提唱した、大西洋憲章に対抗することを目指していたという評価もある。しかし、決して開催国の日本の思惑通りに、予定調和的に会議が行われたわけではなく、タイ王国代表ワンワイタヤーコーンが、その演説の中で、 王党は共同宣言案への修正提案が拒絶されたことにする遠極な批判を行い、また、フィリピン大統領、ホセラウレルが、元オランダの植民地であったインドネシア代表のスカルノラが会議に参加できなかったことへの不満を述べている。また、大の首相、プレーク・ピブンソン・クラームは、連合国との将来的な関係回復を見据えて、欠席すると、ある程度の緊張感を伴った、 国際会議であったとの分析もある。大東亜会議当時に日本の同盟国もしくは日本が急走四国を放逐した後に独立した各国が参加した。なおこのうちインドはオブザーバーとして参加した。その理由は日本がインドを大東亜共栄圏に組み込まないという意思を明確にしていたからである。また、イギリスの植民地であったマライア、 オランダの植民地であったインドネシアは会議当時は日本軍の占領下であったもののにおいて帝国領とすることとされ独立検討の対象ですらなかった。普通をインドシナは日本と友好関係にあるフランスのビシー政権の植民地のままであったため同様に参加していない。また同盟国ではあるもののアジアに位置しないドイツやイタリアの代表は参加しなかった。 各国の代表及び随行者は日本政府が用意した専用機で各地より羽田空港に来日し政府が用意した東京都内の専用宿舎に滞在した各宿舎での料理の提供などは帝国ホテルが担当した晩餐会には女優で歌手の高峰美恵子が招待され湖畔の宿を歌唱した各国の代表者は会議開催前日の11月4日に 皇居において昭和天皇に配慮した。会議は11月5日の午前10時より帝国議会議事堂で開催され、日本側の出席者は、東条の秘書官、浜本正勝が主席通訳をめた。11月6日に大東亜共同宣言が全会一致で採択された。そもそも世界各国が書く、それのところを、 特装を吹けて一万国とも境の落を、ともにする派世界平和確率の根本容疑なり。猿二米、英派自国の繁栄のために旗国家多民族を、そもそも厚しと国外、東亜に対して派、アグリクなき侵略搾取おひ大東亜霊属下の野望を、たくましし水に派大東亜の安定を根底より吹く、サントセリ大東亜戦争の原因ここに、アリス、大東亜核、 国派想定形して大東亜戦争を完遂次第、東亜を米英の漆黒より解放してそれの自尊樹を善、牛左の高料に危き大東亜を建設しもって、世界平和の確立に宿りきとも千こと起す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。